いてないけど。先生がいそうだったので、そのバチリをしました。戻ります。もみ？もみ？ちょっと待って。ジモンさん、席、席もらってもいい？あ、オッケー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 。了解。片方はもうもらってる？いや、もらったのに両方ください。あ、オッケーオッケーオッケー。もらってるかも。ごめん、もらってるわ。あ、そこはまだもらってないですね。あ、じゃあ、じゃあ2回打ってくるね。はい。はい、どうも。はい、どうも、大臣。こういう人がぴったりじゃん。で、あの、その、皆様、町の方々が働いてる写真を撮って、それをスライドショーにする感じで、いい感じの映像にしようかなと思ってるんですけど。ああ、いいじゃないか。その様子は、あの、救急隊の様子、働いてる様子をもしよければ撮影したいななんて思うんですけど。もちろん。映像に。どうぞどうぞ。任せて、ほら。はーい。ありがとう。のび、写真撮るな、たぬきは撮りなさい。はーい。ちゃんと撮ってなーい。おかしいだろ。ごめん、タヌキ以外撮ってんねそれ。あ、そっかそっか。タヌキ以外なんでそれ。首、首、アクセサリー。首なのか、これ。うん。ああ。服着替えようかな。これ、何の方がいいかな。これだ。あ、じゃちょっとピンクをこのベッドの上に寝てもらって。あの、それっぽい服に着替えますわ。あ、ありがとう。ええ。一般人っぽいやつですよね。良ければ名前を消してもらえたら。オッケー。ありがとう。どうする？みんななんか祈っとく周りで。祈っとく。多いとあれだから離れてる。あ、すごい。なんで？ぽいぽい。何それ？なんであのピンクちゃん。あ、いいよいいよ。あ、いいねいいね。なんかリアリティ、リアリティ求めてなくてさ、なんか結構もうあの。可愛いねっていう感じがいいから、みんな集まってていいよ、なんか。え、じゃあ私この辺で倒れてますわ。ベッドじゃなくても最悪。ベッドの上でもいい。心の目で寝れないかな。寝れんの？いや、寝れない。ね、心の目やってレイダウンで。あ、めっちゃいいじゃん。気腹ワン。大丈夫か。どうしたらいいんだ、じゃあ起こしてくれるのか。え、なんかちょっとみんなで囲って、こう治療してる風に並んでいただけたら嬉しいですわ。飲んでる飲んでる。あ、いいね、飲みのそれ。マインドコントロール。あ、いい。心配蘇生。それ魔法でなんとかしようとしない？それ。ねえ。誰もちゃんと治そうとしてない。医学使ってほしいんですけどもね。ありがたいですわー。これいい、これいい写真。医者、到底医者とは思えないけどね。頑張れ頑張れ。違う、ご了承じゃないですの。祈ればいいみたいになってるじゃないですの。ワンちゃん起きろ。ワンちゃんさん、ちゃんと起こして、ちゃんと起こしてください。 100% やってくださいましょう。どれそれ。マインドコントロール2です。マインドコントロール、マインドか、マインドコントロールですよね。頑張れ頑張れ頑張れじゃない、頑張れ、頑張ってくださいまし、皆様が。そう、ダメなんです。生命力。なんでそんな、ワンちゃんみたいな。宿れ宿れじゃないです、宿れじゃない。それワンだ。ツー。さあ、生命力よ、宿れ。祈りすぎ、祈りすぎ、祈りすぎなんですよ。頑張れ、頑張れじゃない。ダメダメしてる人いない？な、お経届いてない？もう終わってない？終わってない？もう死んでない？それ大丈夫です。オッケー、撮影完了。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。これね、いいじゃないですか。なんで今のフフって、絶対あれやん。え、絶対やだ。なんで？なんで？ももちゃんどう思う？似合ってるよ。ほら、それが一番いいんですよ。いやだ。今まででもね、みやちゃんの緑を新鮮だね。まあ、緑は好きよ。緑は好きだけど。別にお揃いとは思わないですよね。お揃いとは思わない。あれ？
ほら、ちゃん嘘ついたらサンタさん来ないんだよ。揃いとは思わないけど、黄色のネクタイさせた子なら。それはもうほぼ揃いないよ。ほら、ちょっと緑違うし。隣にいたからそう感じるだけだよね、みんなちゃん。でも一生、一生一緒に救助いかん。え、でも竹的には最高じゃない？うんうん。そうね。お水色も可愛いし、黒も可愛いし。水色か、結局水色。今回はスカートにすんだね、ミニャちゃん。うん、いやなんか気分転換にいいなと思って、うんうん、やっぱこっち似合わないな、女優さんって感じ、うん、なんでだろうね。こっち全然似合わないんですけど、僕。何こっちって、あー白衣、ほら、なんか白衣じゃないんだよね、のびさんの。僕のはなんかコートになっちゃうんだよ、ね、なんか。そうなんだよね、なんでだろう、わかんないです。でもそれすんごい似合ってるよ。これですか、うん、僕と一局長だけですもんね、これ。なかなかいないよ、僕と一局長とギガさんだけ。ギガさんはマジで合ってる。そう、だからまたなんかそういう自分がこうかなんか決めないといけないというか、そうしないといけない時に髪変えようかなって思ってるね。確かにね、でもそれはそれで似合ってるっていうか、皆さんって感じ。自由な街だから自由でいいのよ。見てみろ、うん、イージスゼロ。確かにな、イージスゼロはマジで自由、自由の象徴。でもあいつら一番新人教育してんの。そうなんだよね、イージスゼロでくくって一番面倒見てくれてるよね。そーっと連れてってね、これはこうするんだぞ、こうするといいよって言ってんの。うん、一番真面目説あるんだ。いやでもわかるな、根は、根がすごい真面目、ね、哲夫さん、あれイージスゼロの隊長、哲夫さんだよね。隊長なのかな、知らない。隊長、全員だ、隊長だとか言いそうだけどね。確かに。私が、俺がって言ってそうだな。うん。ん？メガネの色はそれでいいと思いますよ。ほんと？じゃあもうこれに決めた。いいんですね、緑じゃなくて。みにゃちゃん、のびのリクエストに答えて一応作っといてあげなよ。あ、作っといてやるかさ、うん、のび白衣って名前で。いやだいやだ、名前はつけないね。黄色い何かだったらいいんじゃない、なんか何でもいいから。黄色い何かこれでいいんじゃない。いやそんなんつけてたら嫌ですよ。ドクロついてる医者嫌でしょ。ほぼ一緒やん、ほぼ一緒。違うって。金だし、それ金も黄色ももう似たようなもんだよ。じゃあ、あれ、これつけましょう、これ。ん？これこれつけましょう。それどこに売ってるの？これマスクのとこ。マスクのとこ。でも私その声出ないけど。大丈夫です、出なくても。これ僕が勝手にやってるだけなんで。それマスク？マスクですね。いやでも私ね、はみ出るんだよね。それ35ぐらい。30。顔のでかい僕がすっぽり入るんですよ、これ。入ってる、入ってる。それ。これ。いやだ。敵じゃん。できたよ。敵だよ、敵。ドクロ。やったー。いいじゃん、ミニアちゃん。いいじゃん。あ、靴も買えよ、靴も。